汚れちまった悲しみに。ガチンコおたかじけ。うっす、ミスタイムさん、昨日はどうもお疲れ様でございました。深夜の焼肉大会、やっぱ面白いですね。ああやってズームで焼肉食べるっていうのも、まあ、あの焼肉の鉄板の取り合いにならないのがいいですよね。なんかみんなで焼肉するとせっかく焼いてたのがね、横から箸が出てきてパッと取られちゃうみたいなことがあったり、もう生肉のまま食べる人とこんがり焼きたい人と分かれちゃったりしますからね。やっぱ食べるペースってみんなそれぞれですしね。オンラインもなかなかいいなと思うのと同時に、でもそうは言ってもね、リアルで会う場もやっぱ作っていきたいなと思います。まあすぐには無理でしょうけども、これからオンライン焼肉、その他ガチンコ男塾を中心にですね、まあ、いろんなムーブメントを起こしていきたいなと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。それではそこんとこよろしく、いってらっしゃい。好きなものほど取り上げられ、うつむく癖がついた。